どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、音楽皆さん、始めましょう。今回のテーマソングは、初登場、マカロニ鉛筆、ブルーベリーナイツ。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレに簡単バージョンでやってみようと思います。この曲、2バージョンやります。いつものように。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしてるガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半のかっこいいバージョンはめっちゃ難しいです。カッティングとも大衆16ビート。難しいんですけど、ちょっとデモ演奏としてこんな風にちょっとやってみます。提案ですから、ちょっとこれは最後まで、2バージョン最後までぜひご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽聴くのいいけど、やる方がですね、もう全然楽しいんです。これは本当に体験してほしいと思って私この活動してるんですけど、そういうとですね、皆さんやってみたいけど私はね、きっと無理、私不器用なんです、楽器は諦めたんですという方は多いんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube ではですね、そのような方が、楽器触ったこともないような方があれよあれよと弾き語りができちゃうプログラムがございます。そのプログラムで今 YouTube でね、世界中の方がね、これ YouTube ですからね、これいつもどこでもスマホでもね見られて無料ですから、ね、見て全世界中の方でも何万人もウクレレ始める方が増えております。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできます。じゃあ皆さん、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。そこには今まで私ガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がスイスイ弾けるようにした簡単レッスン動画がすでに1200曲以上も上がっております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ歌謡曲、演歌洋楽、ハワイアニメソング、映画の曲やってます。もう毎日ね、追加されてます。どんどん増えていきます。そしてね、簡単バージョンの後にかっこいいバージョンっていうね、アレンジもつけてるんで、簡単バージョンができたらどんどんこうね、楽しんでいきましょう。マカロニ鉛筆、ブルーベリーナイツ、ガズレレリューシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4。信じることは悲しいこと、夜の幻、さよなら25時、忘れちゃうのに求め合うのは体が空っぽだから、細くて孤独なあなたが嫌いで、でも好きって、そんな自分を好きだった、愛だけは返してね、愛がないならもう会えないよ、冷めないで消えないで、そう願ったって遅いのに、愛してまだ愛して欲しくて、なんてもうバカだよな、ね、行かないで捨てないで、の姿って遅いけど、運命の誰か私を救って食べて、 My blueberry nights、 おとぎ話にすらならないね、錆びた踊り場で回る神様たちは他人のままだ、冷めないで止めなら、忘れたいの本当なら、行かないで捨てないで、もう姿って遅いかな、冷めないで消えないで、そう願ったって遅いのに、愛してまだ相手して欲しくて、なんてもうバカだよな、ね、行かないで捨てないで、もう姿って遅いけど、運命の誰か私を救って食べて、
ーナイツ、マカロニ鉛筆ガズレレルシンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットアレンジバージョンさせていただいております。大まかに言うと2番のこのバースがちょっとカットされてるんですけど、フルでやってみたい方、1番とコード進行一緒ですんで、歌詞書いて自分でねノートに書き出してオリジナルの楽譜を作ってください。そして今のねシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube 動画と一緒になんとかできたぞという方は、ちょっと練習したらやっぱり自分で書いてご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。そのうち覚えちゃうのが一番いいと思うんですけど、とにかく紙に一回書くという作業がしてもらうといいんですけど、それで今ね、だいたいこう、私ここに写してるんですよ。皆さんにノートを取れるように。なんですけど、このね、今写してるこれがですね、このシステムにより、このガズクラブというね、サービスが始まりました。毎月クラブ会費660円をいただくとですね、毎月5曲、このガズの最新曲を含めた今までにやってもう何千、ものすごく、もう莫大な曲の中から、お好きな曲5曲データで皆さんダウンロードできるというサービスです。今日のこの曲も今日か明日か明後日ぐらいにはもう皆さんのお手元に届けられます。お時間ない方、ちょっと仕事で書く時間ないという方はぜひご活用ください。で、このガズクラブではこの楽譜のダウンロード以外にもガズクラブ限定のオンラインイベントだとか、もういろんなコミュニケーションを取って今クラブ活動結構盛んなことになってます。皆さんクラブ会員になりましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ移します。お時間ある方はどんどん書き出していってください。そしてね、ちょっとこれね、いろいろ書いてあるんですけど、今日はですね、これ最初に言っておきましょう。かっこいいバージョン、もう悶絶の難しさですからね、かっこいいバージョン。今のシンプル簡単バージョンはシンプル四つ弾きでしたけど、ここ見て、下に来るとか、こうやってカッティングフレーズって書いてある。こういうのが登場します。今のはこの上の段でイントロやりました。で、こんな感じでこう進んでいきますが、ちょっと見てもらいたいんですけど、この、下にくるっと囲ってこんなようなやつはね、後半やるかっこいいバージョンでこの弾き方をやりますということなんで、今のは上の段を4つ弾きでやりました。そうは言ってもですね、これね、歌のメロディーとタイミングがめちゃくちゃね、難しいですよ。タイミングが難しいです。あと曲の強弱というか、うねりがすごくあるんで、弾き方で強弱をつけるといいと思うんですけど、ひとまずこれをね、メモってください。ちょっと見づれえなという方は、動画のテロップを一時停止して書いてもらったも、もらうのも OK だと思うんですけど、ちょっと見てもらうとですね、この上に、点が書いてあるでしょ、点って。これでね、ガズはリズムを測ってます。これがすごく参考になるんですよ。ひとまずこれ一時停止するんで、映してくださいね。はい、じゃあ次のとこ、この辺かな。はい。いろいろ書いてある、これ、コードが変わったりとかしてます。かっこいいバージョンは結構難しいんでね、いろんな弾き方も登場します。はい、ここがサビになってます。言葉も相当詰まってる感じで、ぎゅうぎゅう詰めですね。ということで、早口で歌うということ。で、この辺がブリッジパートなんですけど、ここもね、いろんなパターンが出てくるんですよ、歌メロで。なんで、曲を知ってる方はね、アドバンテージ相当ありますけど、今から覚える方は結構やっぱり、聞き込まないとという感じでしょうかね。はい、あ、それでここね、ちょっと注目なんですけど、サビ、ここね、一回ザーッとやって、ここで、ここまで行ったらまたサビに戻るんですよね。そうしたらですね、ここサビ、戻ってきたところでは、ここ、2回繰り返すんですよ。その時のこのカッコで書いてある2回目ということで、ちょっと省略しておりますということで、ここをお見知りおきください。じゃあこんな感じで、一時停止して書いてもらって、ではコードの解説していきます。コードの解説、今やったシンプル簡単バージョン、この7個ですね。C、Am、F、D、D7、G7、E7 のこの7個、これはですね、入門コードです。これ、ドン！ガズレレ必須コード出た。いつも出てくるやつなんですけど、このガズレレ必須コードって一体何ということなんですけど、ウクレレで音楽を始めようと思った皆さんに、一番最初に覚えてもらいたいコードの仲間です。コード、グループ。これをガズレレ必須コードと言っております。あのね、コードって本当は星の数だって数えきれないほどあるんですよ。全部覚えようなんてとてもじゃないけどって思ってわーってなっちゃうんですけど、安心してください。ウクレレをまず始める方は、この10個のコードを覚えておくだけで、ほぼバッチグーだよという話なんですけど、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルでやってる1200曲ぐらいの曲、このガズレレ必須コードを覚えておくだけでも8割9割できるっていうから夢のようなコードなんですよ。これね、グループですからいくつかあります。10個あります。10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たらこれも1個のコード、これも1個のコード、こんな簡単なんですよ。1個ずつ見たら。でも10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入って楽しく覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼っています。この動画でガズレレ必須コードは楽しく覚えていきましょう。この動画ね、必見ですからね、覚えてください。今日そのうちの7個行ってみようと思います。で、さっきも言ったんですけど、やっぱこれ歌のメロディーとかね、タイミングめちゃくちゃ難しいんで、聞き込んで4つ弾きでものにしてからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。じゃあ行きますよ。かっこいいバージョンの解説入っていきます。ここからちょっと深いですから今日は、コードを1個足されます。1箇所だけなんですけど、 A シャープというコード、これですね。 A シャープ解説します。弾く場所、押さえる場所、こことここと、ここと、ここですね。だからここの2つをこんな風にギュッと押さえるのが、これがポイントになるんですよ。こう、こう、こう、こんな感じですね。ちょっと
とだから初心者の人には押さえづらいんですけど、これ反らないという方が中にいるんですけど、そういったこうやって押さえたりとか、ちょっといろいろ工夫してもらえばいいかなと思うんですけど、はい、なんとかこの2つをこう押さえたいという感じで A シャープ1箇所、出てきますということです。じゃあね、こっから今日まで弾き方、これがまずやばいんです今日は。まず基本のリズムとなるのはこれです。16ビートのチャランです。それをやって C でやってみると、これなんですけど、ちょっとこの曲ね、ファンキー跳ねてる様子、あのシャッフルですね。こういう16ビートのチャがまずベースになってる時点で難しいんですけど、そこにカッティングが入ってですね、このね、ここにも書いたんですけど、まあ、カッティングフレーズということで書いてある、イントロとかこの A メロのところでやるリズムがもう超絶です。ちょっとやってみましょう。そこ1,2,3,4 ダダッダンダダッツカツカバンツバンツダンね、これ難しい。カッティングでダダッダンダダンツカツカバンツバンツバン、こんな風なんです。必要ですね、これ。あのこれはね、なかなか本当難しいんですけど、ここに書いてみました。はい、トントンタ、トントンタン、トントンタ、トンツトンタ。こんな感じ。まぁ、ちょっとテロップ参考しない。これ、口で言ってみるのがいいと思うんだよね。ドンドンタ、ドンドンタンツタ、タッツタッツタン、タッタンダン、タンタッツタ、タンタン。すごい裏で来るでしょ。これでしかもちょっと跳ねてるわけよ。これだから難しいんです。一応これお伝えしておきます。ゆっくりやるよ。ダンダン、チャカチャカ、ダンダダン、ツクツクタン、ツタンツタン、チャカチャカ、ダンダン、わかるけど、はい、やります。はい。一応、このフレーズは16ビートのチャとカッティングが混ざってるというフレーズになっております。はい。そしてですね、いろいろ出てきます、今日は。その次はね、ガズペジオっていうのね、B メロ。あーいかぎはとか、おとなしく。あーいかぎは。これガズペジオやってみようと思います。そしてね、あとね、ダウンピッキングというのをブリッジパートでいきます。おとぎ話に。これをダウンピッキングというのはもうちょっと見てて簡単、全部ダウンで弾くんですけど、アクセントつける C だけでやると、トントンダント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 ンダント、これダウンピッキングとガズレレでは命名してます。ドンドンダントントントン、簡単といく感じ。はい、でさらにダメ押しにね、ブリッジミュート奏法という、ブリッジミュートたまに出てくるね、ここのね、ここをブリッジって言うんですよ、これウクレレ。ここの部分に手のここの部分をこういう風に当てて音をくすぐらせる。 C で弾くと普通に弾いたらこれを音を潰していく。ここもね、ブリッジパート後半でちょっと出てきます。神様たちは自分のままだ、ここはダウンピッキング、ダン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 、覚めないで夢なら、こんな感じ。忘れたいの本当なら、あーかっこいい、渋いでしょ。ちょっとクッと押さえたいとき、だからダウンピッキングのこの感じをここのブリッジで潰す感じ、ちょっとアクセントがここにもあった方がいい。ブリッジミート、いやー山盛りですね今日は。はい、なのでダウンピッキングとブリッジミートっていうのは今のちょっと感じで手にとあの練習イメージでイメトレしてもらって、16ビートのチャとカッティングと、ガズペジオ、この辺の弾き方ここにリンク貼っています。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からまずガズペジオは比較的弾くのは簡単、ただし一緒に歌ってリズムをこうキープするのはちょっと難しいと思います。で16ビートのチャはまあ難しいです。これはこういうのをストロークって言うんですけど、まずは8ビートというリズムから8ビートのチャ、16ビートのチャというリズムにだんだんレベルアップしていく一番最高峰のリズムでございまして、しかも今日シャッフルなんでリズムがちょっと跳ねてる感じなんですよね。そこに来てカッティングだから、まあこのね難しさを何とも言えないところなんですけど、はい、やってみようと思います。リズムはそんな感じです。でまず A メロでそのカッティングと16ビートのチャで、フレーズを弾きながら歌を歌う、ここがもう悶絶レベル。ちょっとやってみましょうか。1,2,3,4 気づかないための気づかない時ばかりだ、信じることは悲しいこと。やばいでしょこれ、やばい。これ相当ね、手と頭は完全別動体にしないとできないやつなんで、これは相当修行があります。まあ、ガズさんもですね、昔からこういうのもう本当に半端じゃなく練習したんで、まあなんかね、できますけどね。これはだからパートごとに割って、脳トレとしてやるのがおすすめですけど、もちろん簡単ではないですということです。で、いろいろ決めがあるんですけど、まず一個ずつ言っときたいのは、
こういうふうに3つ書いてあるとか、これね、テロップ見たらわかる。ワンブロックに4つ書いてあるっていうのはちょこちょこ出てくるんで、注意しておいてください。そして、B メロのところガスペジオで、あーいかぎはやって、ここの見て、タタタタタとかですね、こう、キメが書いてあるからね、キメが。こういうところはテロップを見るとわかるように一応なっておりますんで、そのテロップ見て、タタタタタタタとかを決めて、こう、こんな感じで止まるとか書いてありますんで、ちょっとテロップでちょっと、イメージしてください。で、一応いろんな弾き方をやるんですけど、テロップで弾き方の案内もつけとくんで、まあ一応参考程度にやっても、らえばいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあこれはですね、もう本当に歌わずに伴奏弾くだけでもかなり難しいと思うんですけど、そこに歌を入れようっていうんですけど、その歌自体も難しいのにね、今日は結構難易度は高いと思うんですけど、はい、こういう難しいというか、こう高難度の曲は、パートごとに分けて後でガチャッと一つにするイメージの方がいいと思うんで、あんまり最初から、うわぁ、これ無理無理って考えずに、ここのパートかっこいいからやりたいみたいなのをつなげていく、そんなイメージで取り組むのがいいんじゃないかと思います。でもいろんなことやってるんだけど、やっぱり一個のビートの、一個のグルーブの中にパッケージに入ってるから、それを意識してくださいね。パートごとに分けるけど、一個にした時には一個のこう、なんていうか、ふんわりした、チームに入ってるわけということで。それでやっぱこの歌詞の内容、結構すごくね、すごいですね。運命の誰か私を救って食べて、ブルーベリー。なんかね、その何とも言えないこの心が表現されてる。その中身にも、こう、共感しながら歌うのがまたさらに楽しいと思います。それでは早速やってみましょう。ブルーベリーナイツ、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる !1、2、3、4! ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。いやーこれはですね、もうね、今もうだいぶこう脳が活性化されてる状態ですけど、もうちょっとかなりナチュラルハイな状態にガズも突入しておりますけど、そんな風にゾーンに入っていくような感じのイメージがありますけど、やっぱその全体のイメージはこうファンキーで踊れる感じなんですよね。だからそこのね温度差が面白いんですけど、それでその中でもこうちょっと弾くところがあったり、ドーンと押すところがあったりとか、そのなんていうか抑揚をつけてまた曲を楽しんでいくというのが面白いと思うんですけど、まあ難しいので最初はパートごと、ここのパートやってみよう、ここのパートやってみよう、後でガチャ
これがいいと思います。さあ、楽しく、まず楽しくね、音楽やってください。ありがとうございます。皆さん音楽やって楽しく、楽しいでしょこれ。ウクレレ、こんなちっちゃいのに、本当ね、夢のような楽器。これね、この楽しさ、ぜひ皆さん、周りの方にお伝えください。お友達、親戚、お隣さんとか、同僚とか、もうなんか学校の友達とか、もう、本当ね、ぜひお願いします。このガズレレ YouTube チャンネルもぜひね、ご活用ください。いいねとか、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。それでは最新情報なんですけど、この赤い本がリリースされまして、皆さん楽しんでいるということで、ものすごい情報が入ってきてます。これよかったら Amazon のレビューとかね、いろいろレビュー書けるんで、よかったよとか書いてもらえると嬉しいです。これはね、100曲入ってますんでね、もう皆さんこれ Amazon とかで、本屋さんとか楽器屋さんとかで、ぜひぜひゲットしてください。ありがとうございます。そしてこの今使ってるガズのウクレレ、再予約販売したんですけど、あっという間にまた完売しまして、でもですね、セミオーダーとかまた次のオーダーもすぐに用意しますので、もう少々お待ちください。で、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズの書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるというこのガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくて、その中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開の Facebook グループがそこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね、結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。その次のね、オンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますから、よろしくお願いします。あとね、いろいろありますよ。これいつもねご紹介してるんだけど、この今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杖さんが使ってるストラップで、最近では新しい方法としてはこのここにこういうのもついてるんですけど、これでこうウクレレ掃除できるという言葉で発見されました。あとはこれ絶好調なのが、これがですね、皆さんちょっとコロナがね開けてきたんで、このリュックサックを持って、ここコンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ中も結構広くて楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中もねちゃんと傷がつかないようになってて、で中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープでもう脱着可能、スペースもこう流行利用できます。そしてこれでっかい旅行カバーにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとはガズレシピ、アプリがあります。これも、今月中には多分曲がまた追加になると思いますので、これ皆さんのスマホや、タブレットにインストールしておいてください。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレ .com にも大体最新情報書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、そしたらこのウクレレ、ガズレレで音楽楽しんでくださいませ。またガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。